チームとしての完成度を高めて勝ち点を積み上げ現在3位、 J2 昇格、2位以内、そこに入るために今日のゲームは負けられない、群馬としても負けられない戦い。鈴木のシュート、山崎のシュート、山崎のゴールが認められています。山崎のゴール、山崎が1点を返しました。鈴木のこのクロスから山崎、ベテラン2人で琉球から1点を返しました。琉球はオフサイドを